日は、サーキットを走ろうで、はい、ここ岡山国際サーキットにやってきました。ということで、石浦博明と大島和也がこの岡山国際サーキットをご紹介したいと思います。はい、早速行っちゃう。行きましょう。誰が運転する？はい、じゃあ大島選手が運転で行ってきます。行ってきます。まずはホームストレートを今走っています。はい、ブレーキングはだいたい、まあ、プリウスだとだいたい50メートルぐらいまで、50メートル看板ね。はい、ここは1コーナーです。400メートルのメインストレートから最初のブレーキングポイントになります。追い越しポイントの一つです。そしてこの岡山の1コーナー、はい、入り口が結構きつい。きついですね。でもこの後加速が大事なんで、うまくトラクションをかけながら絡んでいくと。はい、そして2コーナー、ここは結構なハイスピードコーナーですね。ハイスピードコーナーですね。岡山で2つぐらいしかないハイスピードコーナーのうちの1個ですね。はい、ここはウィリアムズコーナーです。少し下りに見えて、僕らドライバーにとってもすごく難しい高速コーナーです。ここ外側が、結構狭いけど度胸が試されるコーナーですね、うん、なるべく速度落とさないように走るのがポイントですかね、はい、でもここ決まった時楽しいんだよね。気持ちいいよね。気持ちいいよね。タイムにもすごい影響出るし、ね、はい、そしてここはモスエースと呼ばれてますけども、はい、ここはもう前回です、ね、コーナーのように見えるけど、はい、ストレートですね。ストレートです、ほぼ。そしてアトウッドカーブに向かっております。はい、かなり下ってますねこれ。はい、まあ、ここは60メートルぐらいからブレーキを始めて、はい、ここはアトウッドカーブです。上りながらハンドルを切り込んでいきます。立ち上がりがすごく見えにくいです。そしてこの後にバックストレートが待ってるので、はい、ここの加速が大事ですね。そうですね。で、はい、コーナーの立ち上がりから上ってるので速度が一度落ちてしまうとなかなか加速しないと、はい、うん、でこの岡山国際サーキットで一番長いストレート、はい、バックストレート。ここはバックストレートです。バックストレートは約 700m。 アトウッドカーブからスピードを乗せてヘアピンまでの間、もちろんアクセル全開です。普段街中で走っててやらないことって言ったらフルブレーキングじゃない？そうだね。フルブレーキングはね、みんな体験したことないから、うん、でも逆にサーキットじゃね、フルブレーキング必要だからね、うん、車ってこんなに止まるんだっていうのは、うん、左側に 200m 看板、100m 看板となってますが、はい、まあ、レーシングカーだとこの 100m 看板付近でブレーキングですね。まあ、このプリウスの速度域だと、まあ 50m ぐらいまで来ても全然止まりきれます、はい。ここはヘアピンです。このヘアピンは国内サーキットには珍しくバンクがついているので安心して進入できます。そしてこのストレートエンドには一番きついヘアピンが待ってます。はい、ということでレースだとバックストレートエンドのブレーキングがオーバーテイクのポイントになりますね。はい、はい、ここはすごい下りながらのコーナーでクリッピングポイントが見えないんですよね。見えないですね。なんで、まあ、一度走ってみた時に感覚を覚えておかないと、はい、うまく走れないですね。リボルバーコーナーは急に下るので車の挙動が乱れないよう慎重にブレーキングしてハイパーコーナーへつなげます。ここからテクニカルセクションと呼ばれるところですね。はい、岡山は、こういうテクニカルな小さいコーナーが続きます。後半、そしてここ見てると伝わりにくいんですがすごく登ってます。結構登ってますね。結構登ってます。プリウスでも、もうパワーメーター入ってますからね。そして、はい、ここは岡山名物ダブルヘアピンでございます。はい、通称ダブルヘアピンと言われる上りのヘアピンが連続します。リズムよく走れると気持ちいいです。一つ目と二つ目のね、つながりがあるから、そうそう、一個目で頑張りすぎると二個目遅くなっちゃうし、そう、両方を考えたライン取りが必要になります。はい、そしてここもかなり登ってます。まあ、やっぱコーナーからの立ち上がりで登ってるっていうところが多いから、うん、ね、その速度の乗せ方をうまくしていかないと、ね、ロスが大きくなっちゃいますね。そして岡山二つ目の高速コーナー、はい、マイク？マイクナイトコーナー、ナイトコーナー。ここはマイクナイトコーナーです。ここは高速コーナーなのでハンドル操作を丁寧に心がけましょう。かっこいい名前がついてます、はい、ここは腕が試されるね。はい、はい、そして最終コーナー、
最後の最終コーナーです。入り口から下っていて外側に膨らみやすいコーナーで、素早く立ち上がりスピードを乗せます。最終コーナーは大体90度曲がってます。ここは下りながらのコーナーだからね、はい、立ち上がりでアンダーステアが出やすいですね。そしてメインストレートに戻ってまいりました。はい、やっぱり一回走ってみてもらわないとサーキットの楽しさはわからないよね。そうだよね、皆さん走りたくなりました？一回走ったらね、人生観変わりますよ。ぜひ一度サーキット走ってみてください。